ブドブドは、杉のりめ茨のりかの海藻であるカギ茨のりを示す八条方言。カギ茨のりを使った料理のことも、ブドと呼ぶ。この項では、料理について説明する。八条寺まで、ブドと呼ばれる料理は、カギ茨のりを水でに出して、味付けをして、寒天状に固めたものを指す。カギ茨のりと味付けに使う飛びオが取れる早春から初夏にかけての料理であるが、 両者とも冷凍による保存が可能であるため、近年は年中提供される。標準的な作り方は、鍵バラのりを水で煮たところに具として、飛び魚オと長ネギを入れ、味噌等で味付けをする。固まった時に照りを出すために、少量の油を加える。型に入れて冷やし、固まったところで切り分けて提供する。食べる時に醤油をつけることもある。具材としては、 蒸気の他に、ヒラミと呼ばれる、嫁がカサ糖の貝類を加えることもある。また、飛び魚の代わりにシーチキンやサバの水煮缶詰を使うなど、現代風の味付けをする人もいる。調理の際、海藻を煮出した汁を一度筆でこしてから味付けしたものを上品とする。出来上がりの外観は、刺し詰め真っ黒な寒天、海藻由来の磯の香りと飛び魚の出汁が相まって、 野趣豊かな味わいをしている。天草の寒天と比較した場合の食感は、蜜豆等に入っている寒天よりは柔らかいが、海藻の繊維が残っているので、滑らかさは欠ける。磯の香りが食べる人の好みを分けるので、地元の人でも苦手とする人は少なくない。しかし、八丈島では現在でも時期になると、各家庭で作られるとともに、居酒屋、惣菜屋や、 宴会料理でも提供されており、郷土料理として十分に現役であると言える。伊豆諸島の食文化は各党に共通するものも多いが、鍵バラのりを食用にするのは八丈島のみの習慣である。ありがとうございます。